皆さんこんにちは野球伝道博物館では現在特集展示鶴岡和人と南海ホークスを開催していますそこで展示の見どころをご紹介します今回は監督としての鶴岡和人さんの活躍ぶりをご紹介します 鶴岡和人さんは1946年、選手兼任でありながら監督に就任します。1953年に専任監督となると、68年まで在任し、在任23年、数算1773勝という、いずれも歴代1位の記録を樹立します。1リーグ時代の1946年、 48年には優勝そして2リーグ分立後にはパ・リーグを9度制覇し1959年64年には日本一となりました1959年南海は杉浦正投手野村克也捕手のバッテリーや首位打者となった杉山晃平選手らの活躍で リーグ優勝を達成日本シリーズでは杉浦投手の4連投4連勝で巨人を下し日本一に輝きました大阪凱旋後の涙の御堂筋パレードは現在でも語り継がれていますこれは1959年の優勝を記念して制作された絵皿で当時の選手たちのサインが書かれています 1964年、南海は、スタンカ投手らの投手陣と、野村克也選手、広瀬義則選手ら、400フィート打線と呼ばれる選手たちの活躍でリーグ優勝を達成。阪神との日本シリーズでは、スタンカ投手の三冠風の活躍で、日本一に輝きました。これは、その時の優勝ペナントです。 会場では、南海が日本一となった1959年、1964年の日本シリーズのダイジェスト映像を上映していますので、ぜひご覧ください。